新蘭の浄土の教えを図で解説どうも本を読んだら最高の景色福沢です突然ですが新蘭という僧をご存知でしょうか名前は知っている方も多いと思いますが新蘭は鎌倉時代の仏教家で浄土真宗を切り開いた人物です新蘭と並んでよく聞くのが法念法念は浄土宗の開祖です二つの宗派は似ているようで実は浄土の考え方に大きな違いがありますそこで今回は法念との違いに注目しながら新蘭の思想を紹介します参考本はこちら徳岡秀夫著 新蘭仏教を使用するその独創的な思想を読むです徳岡先生は京都大学の元教授2003年以降は浄土真宗の不教師資格を所有し不教活動を行っていますこの動画を見ると新蘭の浄土の考え方がわかります最後までお付き合いください本では浄土が運転免許の取得に例えられています図をご覧ください黒い部分から説明します免許を取得して自由に運転できる世界があります ここに行くためには自動車学校に通って勉強や練習をします学校を卒業して免許センターで合格すると自由に運転できる世界に仲間入りできますここからが本題です新羅と一般的な仏教文化や法念ではここに違いがあります次に赤い部分を見ていきましょう左端は仏教文化です最終目標は空、涅槃と表現され人間は生と死を繰り返す修行の中でそこを目指します次に右から2番目の法念の思想を見ていきます 最終目標は成仏と表現されます人間が死んだらまず浄土に往生します免許の例で言うと自動車学校です浄土で修行を重ねることで成仏を目指すのです新蘭はどうでしょうか新蘭は最終目標のレベルを保証保身と定めています悟りそのものである物心という意味ですそして一つ目のポイント保証保身に向かう場所浄土や自動車学校にあたるところを非常に瞬間的に捉えています新蘭は往生した瞬間に成仏する往生即上仏と説いているのです 親鸞にとっての人生とは極めて短期的な肉体が死滅する瞬間を指します親鸞思想の浄土は全く新しい思想往生即上物のメカニズムに支えられた世界なのですまた親鸞の浄土とは保証保身まで連続した領域で人間を救うアミノブスと保証保身が絶えず往来していますそして2つ目のポイントエコーという概念があるのですが一般には成物を目指して主情がなす努力人々が実践する修行という意味 一方親鸞は阿弥陀仏が私に向かって成物への手を差し伸べてくださることだとしたのです阿弥陀仏から私たちに向けられた栄光を幻想栄光私たちから向かう栄光を幻相栄光と言います最後にこの図をご覧ください船が300を超えるパナマ運河の黄門式水路です太平洋側の船が最も水位の低い水門 A を入ると水門 A を閉じて水門 B を開きますすると水槽 A の水位が水槽 B と等しくなり船は標高を上がっていきます 逆に最も水位の高い E から水門 H に向かって逆の仕組みで船を下ろしていくと船は山を越えて大西洋に出られるのです図では左半分を王宗栄光、右半分を幻宗栄光として表しています新蘭因勢の仏教では王宗栄光のみでしたが新蘭が幻宗栄光を説いたことで完成されたのです以上が新蘭の説く新しい浄土の世界ですいかがでしたか本にはより詳しく書いてあるのでもっと知りたいと思った方は概要欄より Amazon に飛んで電子書籍で読んでみてください Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。そしてコメント欄から感想をもらえると嬉しいです。お待ちしてます。最新の動画を見逃さないために、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。